ワークライフをハッピーに。どうもユニフォームネクストの坂です。今日はですね、役員の岩田さんに来てもらってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで早速ですね、今日何をするかと言いますと、教えてください。初歩研修の下見です。初歩研修の下見、ちょっと時系列がですね、ややこしくなってるんですけど、この動画を撮影する前に、初歩研修本編の動画はもう公開してると思うんですよね。おそらく楽しく初歩研修終わったと思うんですけど、そうですね、今日はですね、初歩研修の3日前です、ね、初歩研修はどういうものかというのは、初歩研修本編の動画でご説明してると思うので、あまり詳しくは言いませんけど、僕たち、僕と岩田さんの使命というのはですね、初歩研修で新卒の方にですね、楽しんでもらうこと、最高の思い出を作ってもらうのが僕たちの使命ということで、そうですね、じゃあ一回下見しとかなあかんやろと、ということなんですよ。したんです、で今回のゴール地点がですね、東尋坊ということなんですけど、初歩研修で東尋坊をゴール地点に設定したことがないんですね。行く道中にどんな危険な道があるかとか、一休みするポイントがあるのかとか、そういったことが全くわからないので、それなら僕たちが調べに行こうということで、今日下見をします。そうなんですよ。今日は初歩研修と同じく東尋坊まで僕たち2人だけで歩いていくんですけど、何キロぐらいあるんですか？通る道によっては20キロは確実にある距離になります。そうですよね、おそらくですね、この動画を見ている方は、わざわざ下見行かなくていいでしょうとか、下見行くんなら車でいいじゃんって思われるかもしれないんですけど、僕と岩田さん、めちゃくちゃやる気満々です。そうなんですよ。ただですね、せっかくその下見をするのなら、ユニフォーム屋さんらしく、ユニフォームの商品紹介とか商品の検証もしたいなと思いまして、今回ですね、こんな企画を持ってまいりました。お、以前から超気になっていた TS デザインの最高級レインジャケットを徹底レビューしよう。来た。この日のコンディションというか条件がですね、3つありまして、まず1つ目、20km を歩いたり走ったりするということで、これはですね、商品のストレッチ性とか、軽さとか、あとは汗もちょっとかくかなと思うので、透湿性、蒸れにくさというのも重要になってきます。そして2つ目の条件、4月の上旬ということなんですけど、若干冷たい風が吹いてるんですよね。あ、そうですね、ということで防風性も必要になってくると、そして3つ目の条件、今日ですね、がっつり雨降ってるんですよ。めちゃくちゃいい天気、研修日和というかね。これあれですよね、その検証のユニフォームにはもうもってこいの。いや、もってこいですよ。そうですよね、雨予報というか雨降ってるので、防水性が必要になってくると、この条件だからこそ性能を試したい商品があったんですよね、それが今岩田さんが着てやってるこちらの TS デザインさんの TS テックスレインジャケット品番18116番になります。これですね、このレインジャケットなんですけど、TS デザインさんが誇る究極のレインジャケットなんです。レインジャケットってかっこよく言ってますけど、言ってしまえば雨がっぱです。防水が効いてるわけですね、今僕が着ているこちらの商品、これも TS デザインさんのオールウェザージャケットという商品なんです、昨年の徒歩研修で岩田さんが着てらっしゃったんですよね。あ、着てましたね、その動画も公開はしてるんですけれども、高評価でしたね、岩田さん、オールウェザージャケットは。そうですね、着てみないとやっぱ分かんないことってたくさんあったんで、そのジャケット自体はすごい良かったです、この岩田さんが着ている TSTEX レインジャケットとオールウェザージャケット、一番の違いが防水性能があるかないかというところなんですよ。基本的な性能はですね、大体一緒といいますか、軽くてストレッチが効いててっていうところは一緒なんですけど、防水か防水じゃないかって結構大事だと思うんですよ、どちらも透湿性はあるんですよ、蒸れにくさはあるんですけど、こちらの商品防水仕様でありながら透湿性能もあるという、透湿性能1万 1000g ということで、かなり高いですね、数字に当てるよね、蒸れにくいだろうと、で、見ている方がですね、一番気になるであろう価格の面でちょっとお話をしますと、大事ですね、オールウェザージャケット、販売価格が8000円ぐらいなんですね。8000円ぐらい、で岩田さんが着てらっしゃるこちらのレインジャケット、約1万6000円というところで、約倍倍違うんですよ、価格が。その分の価値があるのかどうかというのも、僕前からですね、もう本当に検証したくて、今日は雨の中歩いて、この撥水防水どれぐらい差があるのか、商品どれぐらい違いが出るのかというのを検証してみようと思います。そうですよね、それでは岩田さん、雨の中、天気悪いですけど、下見、天気悪い、ごめんなさい、天気いいですけど、そうですよね、下見行きましょう、行きましょう、お願いします。
雨だなこれ。岩田さんのこのレインジャケット、うん、もうかなり撥水効いてるんですよね。この水玉になってると言いますか、玉状になってるんですよね。今開始から30分ぐらい経って、はい、まあ始まる前はですね、はい、雨降るし商品検証できるしいいなと思ってたんですよ、はい、ちょっとテンションも上がってたんですけど、はい、もうちょっと後悔してます僕です。またグレーなとこ出た、ね、だってめちゃくちゃ天気悪いですからね。この目的は何ですか？まあ商品検証と、はい、あと徒歩研修で新卒の方たちに楽しんでもらうために僕たちが下見をするです、うん、そうなんですよ。その目的を考えたらもう喜びしかないかなって感じですね。岩田さん、はいはい、今開始から1時間ぐらい経とうとしてるんですけど、ちょっとこれひどくないですか天気。最高じゃないですって。雨も強かったけど、風も出てきたね、これね。風がちょっと強いですね。しかも開始1時間。開始1時間。あと3、4時間ありますよ、これ。開始1時間で、こんな好条件でね。はい。うわー、風。風強いね、これ。あと4時間ぐらい、この条件でいいですね。いや、地獄。もっとこの良さが伝えられるかもしれない。岩田さん、今開始からですね2時間ぐらい経ったんですけど、はい、ちょっと商品のレビューをしたいなと思いまして、うん、TSTX レインジャケットなんですけど、はい、防水の方ですね、はい、撥水はどんな感じですか？さっきの水玉はちょっともうないですね。そうですね、はい、ただこれ、うん、後ろはすごい綺麗なんですよ。あ、そうなんだ、はい、全然もう綺麗なチャコールグレーが見えてて、僕全然見えてないけど、はい、あ、そうなんだ。まあ、歩いてるんでね、こう前から風とか吹いてきて、はい、前部分は濡れてるって感じだと思うんですけど、うんうんうん、実際防水性どうですか？そんなにこうベタベタっていう感じ、まだちょっとこうサラサラ感が残ってるんで、なんか防水性は効いてるような気がします。じゃあ岩田さん、僕を撮ってもらっていいですか？あら、これベチャベチャです。これブラックでしたっけ？ネイビーがですねブラックに変わりましたね。まあ、中に T シャツ着てるんですけど、うん、結構濡れてます。あ、そうなんだ、はい。まあ、ただ防風性があるので、うん、あんまりこう風が入ってきて寒いってことはないんですけど、なるほど、中が濡れてるなっていうのも分かりますね。そういうことね、分かりました。ちょっと早めに東尋坊行きたいです、うん、けんちゃん、はい、ここ抜けると、はい、すげえな、東尋坊につながるようないい景色あるから。本当ですか？楽しみですか？はい。おー、海だすーごっ、めちゃくちゃ波立ってますよ。ちょっとタワー見る、タワー、あれがね、東尋坊タワーってところなんです。ちょっと遠いですね。もう見えるところなんで、じゃあもうちょっと、はい、行きますか、頑張れ、はい、行きましょう、はい、行きましょう。風っていうんですかね、もう遮るものが何もないんで、ちょっと風強いですね。この2つの目的って、このユニフォームがどんだけ作用するかみたいなことをやる企画なんで、悪天候であればあるほど、まあ、レビューしやすいですよね。岩田さん、来ましたね。ここが東尋坊の岩場です。はい、めちゃめちゃ天気悪いこれ晴れてると晴れてるとすごいいいんですよね。そうですよね、うん、はい、ということで岩田さん、はい、無事東尋坊到着しまして、タイムがですね4時間48分22キロ、はい、約5時間、雨の中歩いてきましたよ、はい、止むことが一回もなく、強風とか、はい、強い雨とかありました、ね、まあ、商品検証にはもってこいの日でしたね。はい、ということで早速レビューしていきたいんですけど、はいはい、まず岩田さんが着ていた TSX レインジャケット、はいはいはい、どうでした、防水性能。最初ちょっと撥水、はい、で水玉ができてたんですけども、5時間雨に当たった後はほぼね、この見えてるところは全て染み込んで濡れています。
そうですね、はい、もうあの水玉コロコロではなくて、うん、濡れてますね、はい、ただ一つ言いたいのが、はい、ここ背中がすごく綺麗なんですよ、はい、全然濡れてないんですよねこれ、内側、はい、濡れてるかどうかそうです、中のインナーが濡れているかどうか気になりますね、ちょっとファスナー下ろしてもらいます、寒いと思うんですけど中のシャツが見たい、あでも全然その水で濡れてないですよね、うん、ちょっといいですか、いいよ、あ全然濡れてない、うん、すごい、なんか多少ねこう湿気とかあってこう湿り感はあるかもしれないけど、これどちらかというとここまでこう濡れてるイメージよりは結構サラッとしてる、なるほど、うん、やっぱり防水は効いてるってことですね、防水は効いてると思います、すごい、はい、では岩田さん、はい、今度僕のオールウェザージャケットを取ってもらっていいですか、ケンちゃんのねオールウェザー、はい、ちょっともう、はい、そうですね、いや正直もう開始30分ぐらいで濡れ始めたんですよ、うん、ただこのオールウェザージャケットの撥水っていうのは、はい、水玉コロコロっていう撥水じゃなくて、うんうん、こう少し浸透するような撥水なんですね、あなるほどなるほど、はい、はい、で耐水圧でいうと、うん、実はオールウェザージャケットの方が高いんですよ、うんうん、岩田さんのやつより、はいはい、でもやっぱり防水加工がされてないので、うん、中濡れてます、うん、ちょっと黒くて見づらいかもしれないんですけど、はいはい、結構濡れてます、ああ湿ってます、ね、あ分かります分かります、はい、湿ってます、濡れてます、はい、全身濡れてます、耐水圧が高いんだけどさすがに5時間雨に当たり続けると中のインナーが濡れるということです、そうですね、オールウェザージャケットは雨の日に使っちゃダメです、なるほど、はい、雨の日はやっぱり与田さんが着ていたレインジャケット、あなるほどね、これを使うべきです、でも今回はね本当にこの雨の中にこのジャケットを着て検証できたのが良かったかなと、そうですね、結果的に防水性能が高いってことが分かりましたし、で値段が倍ぐらい違うってお話を最初したんですけど、やっぱりその価値ありましたね、あります、ね、うん、防水性でこれだけ違うっていうのは、はい、やっぱり着てる人にとっては本当にその違い感じられるとは思います、はい、ということで、まあ、今日は僕たち2人体を張って、はい、検証しました、そうですね、この商品気になった方いらっしゃいましたら、うん、動画の概要欄に商品ページの URL 添付しておきますので、そちらからチェックしてください、はい。